日本一態度が悪い RPG 始めましょうか。うん、なんか説明とかない感じね。うん、急に始まる感じね。まあセーブしとくか、とりあえず。なんかさ、日本一接客態度が悪い飲食店だかなんだかカフェだかなんだかっていうのがあるんだよね、実際ね。察しの悪いお前らの説明書だ。やること、魔王を倒す、シフトでダッシュ、ボス前くらいはセーブしとけよ。まあ、こういう感じなのね。で、なんかそういうコンセプトなのにもかかわらず、分かった上で来てて、なんか文句言う客がいて、それがなんか話題になってたよな、確か一時期。てめえ邪魔なんだけど。あ、もう全員なんだ。システムメッセージがとかじゃなくて、例えばここの道具屋のやつも、チェッ。あ、でも売ってはくれるんだ。カンフル、寝ぼけたお前らのようなやつらを叩き起こす劇薬だ。蘇生プラス HP 半分回復。カス薬草。なんか名前もそういう感じなんだね。お前らみたいな薬草。あ、MP 回復なんだ、薬草なのに。あ、で、ポーションが HP 回復ね。まあ、お金何にもないからさ、どこ見てんだ。客の方とりあえず見ようよ。そしたら、一旦じゃあ、あ、ここなんか矢印出てんな。ん？人の家に勝手に入る素行の悪い勇者へ。魔落としに行くんだって。メイドの名義をくれてやるから、宿屋に来いよ。はあ、あ、ここまだ奥行ける。ん？施錠されている。宿屋に行けばいいのね。宿屋下も行けるけど、なんか広いね、意外とね。まず一旦ここ入れなくなってる。え、もう上は、あれ、あ、下行けばいいのか。下が宿屋なのかな。クソでけ、お前が言うしのが世界滅亡フラグだ。あの、態度が悪いとかじゃないんだよな、もはやな。普通に悪口言ってんじゃん。なあ、悪口と態度が悪いは違うと思うんだけど。何かもらえると思ってのこのこ来たのね、ちょろいやつ。しょうがねえな、ほら2000ゴールド。どうせ金ないんだろ、利子つけて返せよ。え、ありがとう。それ回復アイテム買ってから行けよ。手ぶらで行って死んでも知らねえからな。普通にただのツンデレやんけ。マッチングアプリで知り合った顔だけイケメンがさ、ハッテッドで割り勘だったんだけど。え、マジ、なしだわその男。あー、その割り勘論争な、どっちがなんか正しいみたいな。まあわかんない、人によるだろ。まあ、ドキドキ邪魔だ。割り勘した方がいいっていう人もいるし、割り勘しないでその男が出した方がいい、わーわーわーっていう人もいるし。ジロ、店員はイヤホンをしてスマホをいじってる。飽きないする気ないんだね。奥のやつに話しかけることはできないのか。なんかやってるけど、あ、まあとりあえず2000円もらうだけのイベントね。で、これでまあお金手に入れたから、道具屋でなんか買って、それで、まあ、整えて、身支度整えていけよってことね。じゃあ、とりあえず回復、まあ、ポーションと、これと、まあ、カンフル、このぐらい買っといて、でも、全部いったから、上行っちゃっていいんだよね。クソみたいな世界。別にそんなことはないと思うけどな、クソみたいな世界。なんか、態度だけじゃない気がするんだけど、さっきから。なんかさ、言い回しがさ、ただの悪口っていうか、口悪いやつみたいな。あの、なんかボロボロなんだけど、ここ橋大丈夫そう、これ大丈夫。あ、魔法、あ、どうせこいつも口悪いんだろうな。あ、全額させてやったよ。あー、なるほどね。セーブしておいて、これボスかな。ボスだね。特に何の説明もなくボス戦。2連撃いってみようか。あ、 HP バーが見える感じ。ん、北総エンデル、ほうほう。準備運動をしてる。え、なんか全然何もしてこないんだけど。ん？いいのか？そんなんで。回しが来た！あ、でも。あー、強いか。3連撃だったんだね。まあ、一旦カスポーション。で、これ連打してきたら、あー、してこないか、さすがに。連打してきたらやべえなと思ったけど、で、MP が尽きちゃったけど、あ、てか何もしてこなくなったんだけど。どうした？おい。なんか何もして、おい、よかった。勝ったけど、何だったんだろう。中ボスってことなんだろうけど、あ、そうだ、全回復してから進もう。特に説明がないからさ、そのもうストーリーとかはない感じなのね、この RPG。 とにかく周りみんな態度が悪いだけっていう、あの、そのコンセプトの、まあ、現実世界にあるそのコンセプトのなんかカフェなのかな。俺よく詳しくないんだけど、これもしかして敵？あ、敵なんだ。なんかさ、パネマジみたいなことするよね。明らかにさ、そのドット絵の時と全然違ったじゃん、お前。そんな、ん？なんか、様子見るやつ多くね？この世界。また様子見てんだけど。お、なんか楽勝か？
レベルもさあ、でもちょっと次のレベルは遠いな。すぐ上がったけど、これ下行けないのか、絶妙に。こっちからしか行けない。ん、なんだ、なんかなんかハエみてえな、なんか虫みてえなのいるけど、何こいつ。トカゲだったんだあれなんか黒いさ、なんか米粒みたいなやつが。あい、相手にならんな、この謎の空間は何の意味もないと。まあ行きますか、どんどん。なんかすげえ簡素な作りになってんだな。まあそのストーリーとかも合ってないようなもんって感じだし、とにかくコンセプトとしてみんなの態度がひたすらに悪い、ただそれだけのゲーム。こいつまだ戦ってないかな。あ、キノコ、なるほど。まあ今までの流れからして多分どうせ強くないっていうか、まあ、そもそも攻撃してこない。なんで攻撃をしてこないんだ。中指を立てて威嚇している。あ、なるほどね。その態度が悪いだけっていうか、もう態度が悪いどころか、そのなんだ、攻撃してこないんだずっと態度の悪さを見せつけてくるだけで、攻撃すらしてこないんだもはや。それと態度が悪いっていうかさなんかその、うん、態度はもちろん悪いんだけど、態度はもちろん悪い。あ、初の宝箱、ハズレだバーガー態度とかっていうもうあれじゃなくない、これ明確に意地悪してるよね、俺に対して悪意があるじゃないですか、明確に。活躍想定に入れた、あー当たっちゃった。まあこいつらはもう何もしてこないことが判明したんで、その辺の草をむしゃむしゃ食っている。だからそれってもう態度が悪いとかじゃなくて、もう戦闘する気ないじゃないですか、そもそも真面目に。だからなんか態度が悪いとかじゃなくない、もはや。まあいいや、そっちがその気だったら、まあ、こっちとしては楽でいいや。どんどん行っちゃいましょう。まあ不真面目ではあるよな、確かにな。 RPG において真面目に戦ってこない敵、まあ不真面目ではあるかもしれない。それを態度が悪いっていう、まあ確かに。ん、行き止まり、ここが最後なんだけど。え、魔法使いの家、だからあのストーリーが全くないので、急に魔法使いの家たどり着いた。しかもここが最後行き止まりだし。ん、お前誰だっけ。あ、勇者、そんなに薄すぎて忘れたわ。てかピンポン押せよ、勝手に女の子の家入ってくるとか。だからいつまでも童貞なんだよお前。まあいいわ、魔王たちに行くんだろ。お前みたいなポークビッツを出せたら世界滅ぶだろうから、私がやってやるよ。魔法使いパーティーに加入した。まあポークビッツってのはどこの部位のこと言ってるかまあわかんないんだけど、まあ部位とか言っちゃってるけどな俺もな、うん、ここか、こんなとこから、なんでなんで今暖炉かなんかだったよね。ああ、お前らみたいにジメジメした洞窟あ、こっち行けんのね。じゃあこっち行くわな。どうせ意地悪なお前らのことだからさ、逆側行ったらなんかあるんだろ。だってこんなにさ広い奥行きがあってさ、絶対なんかこっち用意してんだろ。おい、でシンボルエンカウントだから当たらなければどうということはないわけね。あれ、ん、あ、これは、え、あ、正解ルートってことななるほど、 RPG の鉄則だからさ、こういうさ正規ルートじゃない。何これあ、特に説明なし最後まで説明する気ないんだねこの RPG はね。大きめのヘビちょっと当たってみたけどどうかな。ファイヤーとか打ってみようか。あ、やべ、 HP バーの減り具合からして、ああ仲間になった魔法使い強すぎんもう無双できるやんこの魔法でさ、ゾンビ。じゃあ今度はフリーズ打ってみようか。魔法強すぎんかこの世界。フリーズが、おー強いね。まあファイヤーのが強いのか相性なのか。お、なんかすごいの覚えたよ今。オワコンスラッシュ、大ダメージの必殺技、 MP25 プラス TP25 必要だから回復アイテム用意しとけよあの、まあでも親切親切かな、うん、ちゃんと教えてくれたし、その言い方もまあ何々しとけよぐらい、まあ、ちょっと使ってみようか。そこまでなんかね強い口調でもないというか。さあどうだ、オワコンスラッシュ。おー、まあこれだったら魔法使いの魔法でよくないカッパ、バリエーション豊富だね。結局さ、セイント、お前らの邪悪に汚れた心を浄化する聖魔法、これは TP なんだ。じゃあこれも使ってみよう、まあ、TP だったら MP 使わなくていいからお得だし。魔法使い先手を整えた、あ、強いじゃない。へえ、でもダメージ的になんかファイヤーだけで飛び抜けてたのは、頭抜けてたのはあれは何なんだ、あのたまたま相性が良かった、当たっちゃった。まあまあまあ戦闘あれだね、経験値稼ぎということで。ファイヤーがなんかやたらとダメージ、ほらね、ファイヤーだけなんかちょっと頭一つ抜きに出てるのは何なんだろう。
あとちっちゃいのあと、まあいいか、めんどくせ。で、下行っても何もないんだったら、もう行っちゃいますか。あのスイッチ何だったんだろうね、結局ね。あのスイッチ押す必要あったのかな。あ、またスイッチあるけど。その説明がないから、あー当たっちゃった。ファイヤー。あ、ファイヤー撃てなくなっちゃったよ、ついに。まあだったら、まあなんだ。カス薬草で回復しよっか。あーでもなんかダメージもそんな、てか初めてなんか敵がちゃんと攻撃してきたな。めったに敵が攻撃してこない、あの RPG だからさ、普通に敵が攻撃したこと自体なんか驚いちゃった。あ、攻撃してきたっつって、なんだ、なんか入り組んでるな。上だったり下だったり、でもこっち行くしかないんだよね、結局ね。そうだよね。で今度はまたなんか降ろされて、でもこの下に何もなくて、ここは行けちゃうんだ。だからスイッチ説明して。何が、あ、これ上行けないんだろ、どうせ本当はな、嘘なんだろ。あ、でもスイッチに繋がってんじゃね、これ。あれ、あ、看板は親切なんだ。あの、とことん全部態度悪い、不親切だったんだけど、ずっと全部ここに来て看板だけがこの RPG、 このゲームの唯一の良心なんだね。うん、このゲームに残された唯一の良心だったんだね。当たっちゃった。まあじゃあ殴ってファイヤーと。魔法使いそろそろレベルアップしないかな。カタクナにレベル上がんないけど、もしかして次の、あ、こいつレベル5なんだ。仲間になるやつが適正レベルだって考え方、まあよくするじゃん、 RPG において。だとすると勇者ちょっと俺適正レベルちょっと雑魚戦足りてなかったかな。まあでも結構当たってたつもりだったんだけどな。まあ HP もちょっと回復しておきたいけど、あ、盆薬草。まあでもそろそろなんか魔法陣とかも来そうな感じが。あー無駄になっちゃったねー。まあ1か2個ぐらい。そしたらまあ明らかにボスっぽい、何の説明もないけど多分ボスだから。そして何の説明もなくバトルに入る。本当に一つも説明する気ないんだね。なんかファイヤーがよく行きそうな感じが。いや、ファイヤー、いや、ファイヤーだな。いや、セイントっていう可能性もあるか。今までの流れからして、ザコさんずっとファイヤーが一番よく効いてた。147、やっぱりそうなんじゃない？スマホいじっている。あの、態度が悪いのは結構なんだけど、お前、その棒やってるとさ、一方的にやられて死ぬだけだよ。お前が損するからな、その態度。なあ、お前も真面目に戦った方がいいと。あ、セイントもダメージ結構通るじゃない。ああ、やっと真面目に戦う気になったんだ。でももう遅いけどね、いろいろとね。もうお前なんか、半壊してるってか、もう3分の1くらいしか HP ないけど。まあ、セイント打って、ちょっと TP 使ってな、MP 節約して髪を溶かしている。あ、で、魔法力が上がって、なるほど、バフか。そしてセイントと。もう勝っちゃうんじゃないこれで。素早さ上回ってんだな。絶対先手取るから。はい、勝ち。あんま経験値、まあ、美味しいけど。はい、これ全部押さなきゃ開かなかったってことでいいか。まあ、説明はなくとも、え、あ、ここ以外のね。てか、もうここ以外行きようがなくて。どうせ態度悪いぞ。態度悪いっていうか、態度がでかい。店員はゴーゴラ戦まで居眠りをしてる。おい、かわすろ、おい。あ、なるほど、売ってくれすらしない。あーなるほどね、ついに弊害が、ん、食ってる。なんか、あ、飯食ってんだから後にしろ。なんか大層な身分だな、おい。酒も飲んでさ、ビールとグラタンってか、おい、うまそうだな、おい。何お前ら食べると、うざ、さたかれよ。おい、お前ら全てこれで昇天しろや。俺が世界救う立場ってのを分かって言ってる正常。システムメッセージすらも態度悪いんだよな。ね、ちょっとまさかお前女の子と同じ部屋で泊まるなんか思ってないよな。同じ部屋だよ。はお前頭沸いてんの、金もお前廊下で出てろや。バカプロ帰れや。やべえ、泊まれなくなっちまった。今の選択肢によって泊まれなくなっちゃった。もしかして泊まらせてください。バカプロじゃねえよ。どう見てもなんかそのイチャイチャしてるように見えなかっただろ。あ、ここ入れるようになってるわ。で、壺とか調べても多分なんもないよね。どうせこいつも態度悪い。お前頭悪そうだな。あの、態度悪いっていうかシンプルに悪口なんだよな。何、お前勇者なの？じゃあ私のコレクションの武器を売ってくる。定価の5割増し。まあこの際な、もうしょうがない。これだけじゃねえかよ。これがないと魔王戦きついから買っとけよ。そういうところは親切なんだね、うん、システムメッセージさんね。まあ、そこはちょっと説明しないとな、積む可能性があるからな。お前らにはもったいない。高品質だ、薬草だ。 MP を全回復してくれる。高級ポーション、ポーションでも200回復するから十分だよな。でもな、ポーション3個、カンフル買ってきたかった。でもお金がない。もう装備してるんだ。
じゃあ前のやつ売って、これ売って、でカンフルもう一個買っとこうぜ。エリクサー買いたかったな。戦闘下手なやつのために作ってやったチートアイテムだ。エチートMV完全回復だ。なんか使いたくねえな。なんか使うと負けた気がするから買わないでおこう。まあどうせ買えなかったしな。で上行きゃいいと。サクサクですね。てかもう行けるところがそこしかないからさ、迷う要素がないんだよな。なんだお前、雪だるまは挑発的な笑みを浮かべている。あ、あもう無理やりね。はいはいはい。なんかここに来て雪だるまはテヘペロな顔しながら裏ピースをして こっちにやるんでしょ。多分こういうことだよね。もうお前に関してはもう触ってやんねえからな。まあ一応話しかけとくか。雪だるまは満面の笑みを浮かべてゴートゥーヘルと書かれたマフラーをしている。まあそれに関してはそのマフラー巻いたやつが悪いっていうか、まあそのマフラーを買ったやつの趣味が悪いわ。別に雪だるまに罪はないもんな。イカダがある。この船エンジンがついてないからお前が来いよ。まあ右行けばいいのね。はい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 。やべ、敵の動きが早い。それに代わりにこっちはなんかダッシュができないから、これ当たっちゃうか。まあ当たっちゃってもいいか、どうせな。でこれなんかクソ杖とかってないよな。なんかさここに来てなんかさこうやってさ避けにくいところでなんか敵をクソ強くするみたいな。なやべやべ、これ何、なんかトゲみたいな。あー来た来た来た、こいつがなんかすんげー強いとかっていう、そういうオチないよね。なんかさどこでさそのな理不尽ゲームオーバーになるかわかんないっていうのがさ染みついちゃってんのね体に。その数々のバカゲー RPG でそういうことされてきたんで、俺なんかビクンってさ今体が反応した。なんかこっちが動きが遅くなって、で敵の動きが速いわけじゃん。こういうちょっと今までと勝手が変わった瞬間、こういうところで仕込んでくるからな、理不尽ゲームオーバーをな。これちょっとさ周りとか見てみて。てかもう魔王城じゃん。これもう行っちゃったら魔王城だ。あーぐるーっとしたけど、まあ特に何もなかったな。じゃあ行きます。おーい、ナイス避け。避けていいのかっていうか、レベル上がらなくていいのかな。4だけどまだまだ魔法使いのレベルに。なんだあいつ強そうだぞ。あーまあでも雑魚戦か。うピエロ、なんか殺人ピエロもいるぞ。敵のなんかグレードが1段階上がった気がするけど、あー当たっちゃった。黒騎士が現れた。まあじゃあどのぐらいの強さか見せていただきましょうか。やばいな、 MP 回復しねえから何もでき。あーちょっと待ってくださいね。どうした、なんだこの勇者の強さが。なるほど、あのさこれ買わないとボス戦厳しいよって言ってたさクソ高い剣あったじゃん、あれやべえや、あの剣やべえや。じゃあここでさ回復したいところだけどさ、これさもう薬草もあんまり残ってないし、どうせさ回復しようってする前にさあれが来るんだろ、あの魔法陣がな。てか別にもう回復する必要もねえもんだって、勇者がバカみたいな火力してるから。勇者の火力がおかしいもんだって。あの剣どんだけ強かったんだ。じゃあこいつも当たってみるか。ちょっとその毒なマルドとかそのさちょっと際どい名前やめないか。俺なんか今 TP 技も使わなかった、もしかして TP 技じゃなくてこれあれか、これ TP と MP も使うのかな、もしかしてこれ使えないもんね今ね、65も溜まってるのに。その毒なマルド倒していってあげー、そして結構広いな、毒なマルドさんまたいるわ。さすがあれだな、全国に幅広くチェーン展開してるんだね、いっぱいいるわ。あカンフルゲットいいよ。まあアイテムはもうだいぶ充実。まあでもあれだな、薬草がちょっとないのか、あれどんどん上いっちゃってるけど大丈夫、あれえなんか、あーなんかある。特に説明もなくあのレバーが設置されてたので、あーちょっと、まあ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 こういうのもねやっていかないとレベルが上がんないですから、たまには当たってね。ただ経験値があと182だから結構当たんないとレベル上がんないけどな。あとお金手に入っても多分もう使うとこないんじゃないのかな。これこっから来たんだよね。で多分この構造だと右側も行って、で右側のなんかレバーを、あそっか全回復できるから、先行高すぎちゅくそびもない。あなんだありがとうございます。え取られてないよね、1000ゴールド取られてないね。あなんだ、えてか今のでさその普通に1000ゴールドって選んだら1000ゴールドはやっぱ取られるんだろうな、そこはな。うんまあそこはまあ商売だからな向こうもな。うん
まあ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 、でも負けてくれるんだったら、でもなんだろう、なんかさ、最初にすげえ高い金額ふっかけといて、後から値引きしたらなんかあの お得感を得られるっていう、そういう手法、なんかそういう商法を使われてるだけのような気もするんだけど、結局300ゴールド使わされてるもんな。だから本来は今まで無料だったものが300ゴールド取られてるわけだからさ、なんか高い値段提示しておいてから安くさ、やなんか、ね、値下げされたから安くなったかのような錯覚を覚えたけど、結局高いんじゃねえの。まあでもあのちょうど MP なくて困ってたし、まあ良かったけどさ。さあじゃあまあこれちゃんと避ければ、普通にあーって言ってたら当たっちゃったけど、ちゃんと避ければ意外と当たらずにいけちゃいますねって言おうとした矢先に、あー勇者がもう勇者がもうね強すぎないかこいつ。あの武器そんな強かったんだな、あまりにも強い。じゃあまあそろそろ多分魔王様が、あれ、え、なんか買えよどういうこと。あ、ここでも買わそうとしてくる。だからやっぱこれ買わないと絶対勝てないから、 TP 回復だって、戦闘中に防御すると TP10 回復するか、それでも足りないやつのために作ってやった TP50 回復アイテムだ。カンフル回復かだけど、 TP 回復薬もちょっと欲しいかな。 TP を回復する術ってこれしか多分ないから、あ、じゃあもうラスボス戦かな。いよいよ散々あのさ高い剣変えて、ん、あのもうちょっと早通れや、あのもうちょっとちっと俺のこれこのメタボが結局でも開けてくれるんだね。なんだかんだ言ってさ、最後はチャンプしてないな、しろよ。あ、大丈夫大丈夫、その手前でおいセーブした、はい、しました。あ、もう最後まで喋らないんだね敵サイドは一切。じゃあもうオワコンスラッシュかまして、でまあファイヤー打って、ファイヤーがいっちゃん強い世界戦だからな、なんか知んねえけど、グラビティを放った、どうだ。あー、まあまあ強い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 、まあでも先手取れるっぽいから、イライラしながら腕時計がどうのこうの、先手取れるっぽいから、まあ焦って回復しなくても、まあここで回復ぐらいしとき、このぐらいのタイミングで十分間に合うよね。まあここでじゃあ立て直すか、カスポーション使って、でヒール使って、カスポーション70しか回復しないんだったらちょっとそろそろあれだよな。あ、待って違うな、勇者、あ、でも勇者の攻撃結構強いんだっけ。ポーションをお前にはもったいない、ん、普通のポーション、あ、ボンポーション、あ、違う、カス薬草か、カス薬草、いや、ここはもうボン薬草行こう。お、勇者、ボン薬草、勇者で、ダークネスが来て、あ、もうこれで終わりじゃない。オワコンスラッシュ打って、ファイヤー打って、こんな簡単でいいのか。いや、でもまだ耐えるか、あ、ギリギリ耐えてきたけど、これ耐えるから、オッケー、はい、勝ち、バードナメプシ勝ち、たわいもない、西田の勝利。444の激事、よろしくゴールを手に入れた。魔王レイジーの日記を手に入れた。レベルが5に今更上がった。魔王使いのレベルが5に上がった。日記って何。やったね、これで世界に平和が戻るわ、私たちも帰りましょう。そこは態度悪くないんだまあ嬉しいもんな、魔王を倒した時ぐらいは素直になるよね、いくらツンデレとはいえさ。もしかしてみんなこんにちはなるほど、あ、魔王の呪いだったっていう話ね。うん、説明しようよまあでも説明しなくてもまあ分からんでもない、うん、多分そういうことだよね。いらっしゃいませ、ほら、そういうことなんだね、なるほど。で、終わらないっていうのがちょっと不気味なんだけど、大丈夫そうかな、これ。もしかしてまだまだ続く感じ。勇者くん、無事に帰ってきてくれたの、ヒーローイン、よかった、ずっと心配してたの、お食事作ってあげるから待っててね。ありがとうな、成長されている。これどうすれば終わりになるのあ、家に帰ればいいのかな。あ、アイテム魔王レイジーの日記を使えば終われます。あなたと旅ができてよかった、また機会があれば一緒に行きましょう。あ、なるほど、もう抜けてるんだ。君が魔王同士だってすごいな、優しい味付けでとても美味しいわね。おぎょぎょよく食べるのよ。はーい、この子は喋れないと、どう頑張ってもな。いらっしゃいませ、今日はチキン南蛮定食、おいしそうだな、チキン南蛮定食食いてな、おい。さて、そしたら終わらせるか、もう全部話しかけたよね。魔王レイジーの日記を読みますか。読まずにエンドだと、それ意味があるのか、それに。まあ読むでしょ普通は。
XXXX日、今日も客のクレーム対応に追われていた。連日胃が痛い日々が続いている。理不尽なことで怒られ、それに生かすこともできない。客の機嫌を損ねると成績が落ちてクビになるからだ。毎日社交辞令と嘘の笑顔、我慢と抑圧の重ね、私の中には恨み、憤り、怒りなのが限界まで蓄積していたんだ。そしてある時、それらが限界を超えて爆発して、私は魔王となった。私の恨みや憤りは世界中に拡散し、人々は私と同じ心持ちになったのだろう。互いに罵り合い、世界は荒れ始めたんだ。ざまあと思った。この惨状は魔王を生み出した人間たちの自業自得。このまま世界が滅びればいい。だが心のどっかでは分かっていた。そんなのはただの逆恨みだとな。ひどい世界だが、人々は懸命に取り繕う努力をしている。この世界が少しでも美しくあるようにとな。その苦労を誰よりも知っている私がそれを壊してしまった。だが私にはもはやどうすることもできない。信じて待つことにしよう。この悲劇を終わらせる者が現れることをな。日本一態度が悪い RPG。 なんか最後ちょっとしんみりとしちゃったね。今までずっと堅くなになんかストーリーについて触れてこなかったのに、最後急になんか確信に迫るというか、なるほどそういうことだったんだね。まあでも態度が悪くなるだけだったら、まあ別にそこまでだけどな。別に世界平和だけどね。サンキューフォープレイング。はい、ということで日本一態度が悪い RPG でした。ありがとうございました。